今日は納車一発目サファリパークです。よし、じゃあ富士サファリパークにレッツゴーゴーお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 ーさあ納車されて初めての旅、富士サファリパーク。どうぞ。おめでとう。ありがとう。ありがとう。私おめでとうだもんね。ありがとうね。前のフォレスターとなんか違うの分かる？まず外回り、なんか異変感じた？お顔が違ったよね。何が？お顔。そうね。どっちが好き？前と今。前だって。前。でも愛着が湧きそうな顔だよね。あ、そう。ちょっと、うん、ちょっと間抜け。ちょっと間抜けって。あ、ありがとう、ありがとう。そうね。なんか前のあれの方がちょっとあれだよな、やっぱりなんだろうな、落ち着くよな。だろうね。うん。あと屋根にさ、あのレールがないのはどうよ。そうだね。やっぱり違和感だよな。嫌です。絶対嫌です。やっぱりあれあった方がいいと思うんだよな。なんかバランスが取れる気がする。ああ、そう、まあそれはそれが一番で、その見慣れないのが一番だ。内装は、この内装の色はどうなの？これ内装の色、うーん、意外だった。後ろから見てこのさ赤いのはどうなの？いいの？あ、そう、いいんだ。いいんだ。うん、悪くない。へえー、なんか黒い方がしっくりくるのかなと思ったけど。ママ。へえ、それは意外だ。後ろのさ、あのシートにかかってるカバーさ、滑る？座ってて大丈夫？うん、おお。よしよし。そのシートのさ、肌触りってどんな感じなの？気持ち悪くない？大丈夫？よしよしよし。あれか。あれかけといて正解だと思う。だってもうお菓子食べてんじゃん、うん、さっき早速汚れてたもん。落ちてた、うん、早速落ちてたもん。こっち曇ってんね。曇ってんね。富士山見えないもん。この間のアウトバックの時は河口湖で納車一発目、うん、今回は富士山、あ、じゃないや、富士サファリパーク。やっぱね、納車されたら富士山見とかないとね。だけど見えないね。今日曇ってんじゃん。本当だね。すごい曇ってんね。富士山の方が曇ってんね。なんかこの車はこういう、ほら今ちょっとデコボコしてるとこあるんじゃない？こういうちょっと悪い道。悪い道走るとやっぱね、前の車との違いをね感じやすいんだって。サスペンションがいい働きをするらしい。やめろ。やめろ。だって。もうすぐもうすぐ。カバさんいるの？カバさんと何がいるの？カバちゃんは。うん。
ギャギャ。キリンさんは？キリンちゃんはね。うん。え？人参？あ、餌か。行っちゃダメなんかな、私がここから。お、いいんじゃない？ダメ？ダメか。徒歩での入園はできませんね。ちょっと待って。吹いちゃったよ。ほら、ついちゃったじゃん。何間違ってた？お、いっぱいあるんだバス。ほら奥にもあるよ。本当だ。ほら。タイガー、タイガー。タイガー泳ますように。大丈夫じゃないかなと思ってた。余裕こいてるつもりだけど。まだギリギリだったじゃんこの間の。あ、そうそう。ほらすっげえ並んでんだから。マジ？ほら。うん、本当だ。やば。すごい並んでる。スタジオです。奥の看板見に行ってください。はい。やったー。そうそう、あ、すごいバスだ。これなんだこれ。楽しみ。パン工場だって体験できんのかな。パン作り体験だって。生地したって600円だって。受け取りが4時まで。パンを作ります。やべえ、できました。クマさん、いいね。はい、登場。もう手が引き立てた。気に変わるんかね。これもだっていい。すごい。後ろのゲートがね、閉まるまでもうちょっとお待ちくださいね。これね、全部アメリカ領なんですね。カナダからメキシコにかけて広い範囲に出てきます。熊のプーさんやテディベアのモデルです。テディベア、わぁ、性格はね、やばくてね、あんまりね、喧嘩もないです。おとなしいタイプです。テディベア、おぉ、すごいね。これもそうだ。結構獣の匂いがするかもしれないんですが、ライオンはね、水が大嫌いで、ほとんどね、水浴びをしないから。来るかな。来た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 。ほら。雨も大嫌い。おお、すごい。うわー、すごい。すごい。今日のお肉はね、豚肉です。豚の心臓、ハツ、ハツ。でね、豚肉ばっか食べてるとね、飽きちゃって食べなくなるから、豚肉とね、あの牛肉、あと鶏肉などね、ローテーションで引き上げて、1日で5食べます。だからお腹いっぱいになってきたから、もし途中でね、食べなくなったらごめんなさい。すごい。終わったお客様はね、別の方にはもうね、この先使わないからね、元の場所にしまっていただきます。さあ、来るかな。来た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 。え、栄養不足になるとコブはぺちゃんこになってね、垂れちゃうんですよ。
嘘、早っ。そこが寝たれてたらもっとたくさん食べた方がいいです。そしてこう長い待つ手は砂漠の砂嵐から目を守った。カラスが乗ってる。やっぱりね、あの砂漠で生きていけるような体が。来た。でもね、顔を突っ込んだところも大体食べ終わってますね。一瞬で食べちゃう。ドキドキ。餌がね、終わったところと餌が少なくなったらもう食べないので、じゃあ少なくなったところもね、忘れ物ないようにね、ご注意ください。はい、そしてね、楽しかった。牧場へ行こうかね。お願いします。楽しかった？うん、よし、じゃあ行こう。レッツゴーゴー。やってんじゃない？富士山がない。残念ながら、残念ながらお休み、臨時休業。やってないよね。やってないね。やってないよね。入りましょう。ここならやってない。あ、おでなりちゃん。